96。ありがとうございます。最近さ、目がかすむの。すごいかすむの、ラウンド来ると、はい、なんだろうな、なんかゴミでも入ってるのかなと思ったんだけどさ、この間薬局行って目薬買いに行ったら、疲労による目のかすみのためにみたいなやつがあったの、目薬に。私これ疲労じゃないや、老化、老化による目のかすみにっていうのがあって、はいはい、これ老化かな。それ刺してどうだったの。あ、今刺すといいよね。ちょっと目薬今日忘れちゃったけど、よくかすむの本当に、ラウンド中ボールがぼやけるんだけど、目はいいんだよ。老化ですねそれ。そう、老化による目のかすみにっていう目薬があるの。へえ、それだな。花粉とかじゃないの。ショック。違う違う、もうずっと今もね、ピンがぼやけてる。へえ、ノールックでいっちゃおうかな。あ、いいじゃないですか。試しましょう。捕まった。ああでもいいところ。おお、ナイス。ありがとうございます。おお、下っていく下っていく。いい感じ。だいたい30ヤードぐらいかな。手前結構使えるけど、ちょっとスピンかけようかな。スピン系。お。ゴー。もうちょいだな。ゴーゴー。あ、でも。いったナイス。バンカーから約20ヤード強、ね、バンカーあんま考えすぎるといいことないんで、適当に打ちます。うまいな。うまいけど、ステイ。そうだよね、うまいけどね、取れちゃうんだよねこれね、きっと行くよね。よいしょ。結構行ったっすね。下り傾斜だもん、ね。うん、あ、パー5ってこんなんだよね。近くまで来て、ちょろ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 するっていう。逆目。あ、でもこれは入るんじゃない？ちょっとね。どうす？お。これね、あのアプローチっていうかね、僕の師匠がいるんですけど、師匠はパタローチって言ってる。パタローチ、私もパタローチって言います。あ、言う。さすが。いただきます。さすがパタローチ。もうパターのように打つんですよ。ほうほうほう。で、距離感とかも、で、それなりに言ってくれるんで。うん、あ、パタローチナイス、うん。あんまりこう手首の余計な動作を使わないで、使わないでね。はい、下り。ですか。ですね。まあエアレーションしてますね。エアレーションすごく見づらい。フック。これ入れちゃいたいな。あれ、優しい。よ、なんかこう。なんだろうね。なんかコメントね、知らないですね。なんか、はい、なんかエアレーションの穴に沿ってみたいな感じ。ありがとうございます。失礼しました。あ、ボギーです。あ、行け、ポチャ。あ、そっか。バーディーパッツ。そうですね。ややフック。おー、ナイスバーディー。おー、いったー。わー、てて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 てマジか。てってってって。オッケー。ほら、皆さん今日3人、3名、3プロ、うん、みんなショートパット外してんの。ね、これはいい。意外と油断するとショートパットはみんな外しますから。ね、これもさっきヤギ足くん理論でいくからもう。お先みたいな感じで、はい、パチンと、はい、お先、パチンと止めちゃって、はい、止めちゃって、はい、お先、いいね、緩まないわ、まあ緩まないね、緩まない、ダメだな、今のないわ、所詮パターンなんだね、そう、最終的には、そうなんですよね。
ドライバー300飛ばしてもね、70センチ外したらね。そうだね。てかさ、いつもじゃん、そのパターンじゃん。だいたいそうじゃん。